ヒュンダイ・マイティは、韓国の現代自動車が1986年から製造・販売している小型及び中型トラックである。初代、マイティ初代、マイティ1986年、マイティは、韓国市場に導入された。マイティは三菱不走・キャンターのリバチ社であり、ベース車との相違点は、ブランドのエンブレムのみであった。1987年には、アジアへの輸出が開始され、 数年のうちに他の市場にも輸出された。ヨーロッパでは東欧と南欧で販売された。シングルまたはデュアルキャブがラインナップされ 117PS を発揮する三菱製ターボディーゼルが搭載された。当初は積載量2.5トンの車両が販売され後に3.5トン車も加わった。1994年11月にフェイスリフトが行われヘッドライトが 丸型から角型に変更された。また、ABS がオプションで設定された。海外では、ヒュンダイ HD シリーズの一部となり、HD45、HD65、HD72 などの社名で販売されている。この社名の数字は、車両総重量を示している。前期型マイティ2、ベーリング LD15998 年、2代目、モデルがマイティ2として登場する。 マイティには自主開発者であるが、プラットフォームは先代のマイティをベースにしている。ともあれ、乗り心地は改善され、外観もより現代的に改められた。キャブチルト可能なシングル、またはデュアルキャブという特徴はそのままであるが、3.5トンの積載量が可能となった。エンジンは、ヒュンダイ自身の3.3リットルターボディーゼルが搭載され、120PS を発揮した。 2000年ヒュンダイの参加に入ったキア自動車がマツダタイタンベースのトレードに変わる車種としてパマックスを発売した。パマックスはマイティニの姉妹車であるが大幅に異なるデザインのフロントマスクが与えられた。これと同時期にマイティニは ABS が標準で設定され運転席、エアバッグがオプションで用意された。北米では短期間であるがマイティニは ベーリングトラックによってデトロイトディーゼル製のエンジン及びアディソントランスミッション製のオートマチックトランスミッションが搭載されベーリングエルディの社名で製造・販売された。マレーシアではイノコムが2007年3月からイノコム HD5000 として製造・販売している。後期型 EMIT2004 年9月大幅改良されて EMIT として発売された。外観は 姉妹車のキアパマックスをベースにエンブレムなど小規模な変更を加えたものとなった。一方、パマックスの販売は打ち切られ、キアのトラックはボンゴのみとなった。また、内装もダッシュボードが変更を受けた。なお、全幅の狭いナローボディバンは、外観の変更、より厳格化されたハイガス規制に対応するべく、エンジンは D4 が型3.9リットルターボディーゼルに換装された。 当初は 147PS を発揮し、後に 150PS に引き上げられた。また、さらなる軽量化が行われて、最大積載量が3.8トンの積載量を可能とした。2012年、社名を再び、マイティに戻した。w 級型マイティ2015年4月2日、17年ぶりにモデルチェンジされたマイティが、ソウルモーターショーにて、世界初公開され、 韓国国内で発売を開始した。海外では、ヒュンダイ EX シリーズとして販売されている。ありがとうございます。